も、あきらです。今日は僕一人で放送させていただきます。あっ、始まってたんですね。ええって来るよね。え、これ疲れましたよ。どうも、どうも、あきらです。どうも、あらたです。ムキムキやん。そう、ムキムキなんだよ。右左ちゃんと書いてあるから。右左わかりますかね。右左、あバンになっちゃいますよ。バンになっちゃうよ。ちゃんと右つけとかないと、はい、これコメント、はい、そう、新たはムキムキなんですよ、ね、うん、頑張って。ちょ、腹筋見せて。ちょっと ID で隠れちゃってるから。はい、分かるかな。右がいいの、うん、どっちの方が好きなの。どっちがいいですか、右っすか、左っすか。うーん、どっちがいいかな。なんでまたつけたんだ。あちょうどズームしちゃったよ、もう。ちょうどいい感じのズーム入っちゃったよ、もう。これもう、こっちもいらないよ。脱いだはいいんだけどね、ちょっとね、脇がね、臭いんだよね。さっきから臭いんだよね、ちょっと。どうしよう。一生懸命仕事してきたんで、ちょっと脇汗かいちゃって。もうちょっとこれ剣やばくない、これ。ちょっと向かい出して、これ。やばいですよね。やばいよね、これ。もうこんな感じなんですよ。やばいよね。うん、もう血管が浮き出てるもん、うん、やばいよね。ちょっとさ、こっちか。なんでそこ今乳首いじり。今ちょっとこっち側の方がちょっとさ、黒くない。なんか黒いよね。そう、脇はダメです。脇がないよ、こいつ。多分脇がないよ。違いますよ。気がだよ。なんか、臭い。めっちゃ臭い。ごめんなさい。ほら、もう。いや、もうカメラ越しに匂うぐらいだからね。半端ないよ、これ。めちゃくちゃ臭いよ。俺ら。いや、もう俺はもう何と言われようと、もう今日はもうずっとこのまま配信じゃない。臭い。ね。放送していくんで。届いた、匂い。匂い届いた。匂わせるぞ、これ。匂わせるぞ。マジで臭いわ。どうしてよ、汚れない人増えたよ。知らんわ、今までのロマンスは知らんわ。俺は、ね、ちょっとまだちょっと白いだけいいけどね。真っ黒い人がいないからね、今日は。なんで脱いだ、なんで脱いだ、脱いだよ。なんかね、ちょっとこの筋肉を見せたすぎて仕方なかったっぽい。うん、まあ、ちょっと見せたがりな。もともとさ、体操選手だから。体操選手だから ね、多分多分この前全なんか宙返りした時あったんですけど、うんうん、それ多分見てくれてる人はいるのか分かんないですけどね。すぐ脱げ、もうみんな脱ぎたがるから。そう、もう俺も服着てるより脱いでる時間の方が長いから。ちょっと鬼服あるから、ね、こんなに体重何キロ、体重何キロ。俺は56かな。俺も多分56、7、8ぐらいですね。あ、そうなの。あんま変わんないね、身長差があるからね。俺身長175で56だから。あらがね、ちっちゃいんだよ。167で56から8なんで。そう、多分、ね、質量じゃないですかね。質量が多分少し筋肉ある人って自分の体見せたいね。ね、あの田舎のヤンキーとか腹筋見せたがるよね、すぐ。ひょろ。俺でも野球部だったんだよ、もともと野球部だったからね。俺がひょろいんかな。ちょっと筋肉あるはずなんだけどね。一応どう、腹筋はね、割れてるんだよ。見える？いや、並ぶない。一応腹筋は割れてるんだよ。今、せっかくズーム、ズームしようかしら。ズームする？並べます？ほら、あなたの方が確実だね、これ。ちょっと、俺がちょっと曲げて一緒ぐらいじゃない？こっちよりもいいのか。ほら、ちょっと曲げて一緒ぐらいじゃない。あきらさん、あ、順調。あきらさん。俺ね、身長は俺の方が絶対長い気がする、あなたよりは。身長っすか。俺ね、高2の時にさ、定規で測ったの、あのマックスの状態ね。俺 16.8cm あったよ。どう、微妙。オープニング、はい、どうぞ。はい、
そう、まだまだ脱いでるっていうね。いやもう俺はもう、今日はもう着ないって決めてるんで。着たい着ないっすよ。あらた、身長は何センチ？身長っすか。うん、そう、身長。いや俺、ちっちゃいっすよね。ちっちゃそうだもんね。全体的にちっちゃいっすもん、もうかぶってる。俺かぶってない。俺ね、俺小5ぐらいで俺自分でね、爪楊枝で剥いたんだよ。爪楊枝？そうそう、爪楊枝でめっちゃ痛かったけど剥いたの。いや、なんかそう、なんかさ、かぶってんのがめっちゃ嫌で、なんかさ、白い膜みたいのがあんの。それをね、頑張って爪楊枝で外したんだよ。めっちゃ痛かったけどね、耐えた。俺そんな経験ないっすよ。なんかめっちゃ頑張ったよ。え、もともと向けてたの？いや違います、そういうわけじゃないですけど、なんか普通になんかポインみたいな、ポイン、こんにちは。歌舞伎にいる人ってみんなかぶってんの？え、なんかさ、8割ぐらいかぶってるっていうね。多分大体がなんか火星みたいな感じですからね。もう俺小5で自分で向いたからね。俺が普通だと思ってた、これが普通なんだと思ってた。遅れてると思って自分で向いたから普通だと思ったんだよどうなんでしょうね。そう、どうなんですかね、皆さん。皆さんは向けていますか？俺、小五がいろいろデビューだったから。お母さんに向いてもらったらやばいね。仕上げはお母さんっつって。やばいね。ホスター被ってると、マジで？マジで？それ、よかった。だから俺大丈夫なんだ。大丈夫なんだ。え、被ってる？アルタ。俺、何でしょう？言うたら火星保険ですね。だったら大丈夫な感じです。うん、こんにちはしてくるパターンなんで、こんにちは。あ、よかったね。え、さ、先端をさ、大きくすると皮がむけるらしいの。先端っていうのと、あと、俺高校の時に知ったんだけど、はい、ずっと勃起させまくってると皮が伸びて、チンコ自体がでかくなるって言って、俺ずっとね、頑張ってたそしたらちょっとね、でかくなった気がする何の話してるのって聞きました。本当だよね、何の話してんのね一人は脱いでるし、一人はチンコの話してるしみたいなどんな話してんの。もうこれ完全にもう非売だよね。非売配信だよね。やばいっすね。そういえばもう告知あり告知あるじゃないですか。ハロウィーン先端、ずっと先端まだチンコの話してる。先端をいじり続けんの。さもう前段だけがさ、ちょっとでっかくなるときあるじゃん。ない、うん、ないっすね。ない、はい、その状態をね、ずっとそう頑張るの。頑張って保ち続けるとでっかくなるって、そう教わったんですか。そう、教わった教わって実習したら本当にね、でっかくなったよ。そう分かんないからやってみて。それはやばいな、ちょっとここを出したら追放される気がする。さすがに、ね、上までは OK らしいけどね、うん、その下は下半身はね、ちょっと危ないね。ダメですね。でもなんかハロウィンイベント行きません？ハロウィンイベント告知もあるんで、こっちか、こっちイベントの告知これ出てんの？そう、29日こっちだ、29日おい、ハロウィンイベントあるんで、よかったら。そう、なんか仮装してくれば、なんかセンカクテルタダみたいなやつあるらしいですからね。そう、よかったら仮装して、うん、ちょっとお店に来てエッチな格好で来てくれれば、エッチな格好で来てくれれば、はい、はい、もう全然、また俺らも成長するんで、ハロウィン俺これで行こうかなこれで行こうかな。あなたはハロウィン何すんの？おい、あれっすね、うん、これはいい、別にいいっすよね。カイトさんが別に隠してるわけだね。カイトさんと同じチームなんで、カイトさんがやりたいっつったゲーム系な、ゲームアニメ系な、あ、それいいね、なんか感じっすね。俺ね、あれやるよ、なんだっけ、レゴ。レゴっすか？レゴ顔面黄色に塗るんだってそう、なんかレゴのなんかヒーロー的なやつらのあれですか？そう、レゴの全部黄色いやつ、こいつゲーム方法、うん、チェンリーいたと血だらけエロナースで行くの最高、それ最高。ちょっとここら辺ないやつで、ボタンないやつで、そうだね、こんくらい、今の俺と一緒ぐらい、じゃあむしろ開ける感じで、今の俺と同じぐらいで来てもいいでもナース関係ねえじゃんナース関係ねえそう、レゴなんかキャップかぶって
オーバーオール着てみたいな感じ。いいっすね。そう、これはいいっすね。本物のチェーンソーはちょっと困るな。本物のチェーンソーチンチンちょん切られちゃうから。チンチンちょん切りに来るんですかね。危ない、ちょっと怖いっすね。それはちょっとね、危ない。刻んであげる。あきらあらた誰これ誰だ。性病でしょ。性病じゃねえわ。セーブはでもね、ちょっとね、一回なってみたい。なったことない。なったことない。なったことないから、一回ね、なってみたい。どんな感じなの？だと思いますよ。どんな感じなの？痛い。なったことない。痒いんじゃないですか？それは嫌だ。なんかもう、言ってたんですよ。前の職場の先輩がなんか、蒲田の、なんか、蒲田付近の大田区のなんか、その、話をね、行ったら、なってからがホストなんだ。チンコ痒いみたいな。俺ちょっとね、予備軍ぐらいはなったことある。なんか、勝手に痒かった時があったんだよ。そう。痒かった時があって、病院行ったら違った。マジですか。そう、ちゃんと、よかったっすね。そう、ちゃんと病院行ったんだよ。そう。行ったんだけど、違ったんだよね。たまにさ、痛い時はない。痛い。痛くなるんすかね。そう、痛い時は。痒いっていうイメージしかないですよね。俺、痛い時あるよ。なんか。マジですか。うん。めっちゃ痛い時ある。枕しすぎて指溶けてる。なんかさ、でもあれだよね、手間した後にさ、家帰ってからさ、こうやってタバコ吸ってるとクッサーってなる時あるよね。そういう時はある。なんかたまにちょっとなんかね、さありますよね。臭いやつって何なの？マジでさ、臭いやつってさ、 2,3 日経っても匂い取れないじゃん。あれ何なの？ちょっと女の子教えて。あの臭さ何なのっていう話してたら、カイトさんいらっしゃったんで、またカップラーメン持って。そう。あれは何なの？あの臭さは。カイトさん、何か何か突っ込むところないですか？突っ込むようないですか？キャバクラ行きたい。わかります。それは鼻についてんの？それは鼻に、あ、そういうことね。もう鼻にくっついちゃってるのね。ね、それそういうことね。カイトさん、カイトさん、俺のこの現状を見てくださいよ。最近の流行りのキャバクラ教えて、みんな。ひたむきに俺が行きたい。ずっとこのまんますからね、俺今。いやー、ちょっと、ひしこのラーメン、めっちゃ美味しいんだよ、のどなんだよ、もっと。エビ汁、ね、さ、エビの匂いするよね。女の子、臭い女の子ってエビの匂い、甲殻類の匂いする。手がなんかスルメ食ったらスルメ臭くなるみたいな感じのやつなかったですね。それは初めて聞いた。なんか、ね、スルメ臭いやついました。いや、イカ臭いのは俺らでしょ。いや、なんかいや、違う、俺らの方がなんかエビ臭いもん、マジで。本当にお前大丈夫かよ、マンコって思う、マジで、本当に。それ、性病って言ってますからね。こんばんは、初見です。マジやん。いや、性病の人って臭いって言うね。感じだとか。感じだはね、でもね、性病っちゃ性病だけど、でも女の子が単体で発症してしまう病気だからね、仕方ないんだよね。単体でめっちゃ汚いからなるんじゃないですか。俺、ね、そういうイメージなんですけど。お風呂場とか、その水からも感染しちゃうから、感じだは。あ、そうなんだ。そうそうそう。ちっちゃい子供でもなっちゃうから、あれは仕方ないんだよね。真面目な話になってきた。はい、ここで CM どうぞ。
ケーキ付け、ケーキ付け。これ何で行くんですか？え、これ？灰皿。灰皿でいい。出た、そのパターンのやつですね。あ、熱い熱い熱い。もう地味に飛んでくる。もうこれやばいわ。これやばい。そう、灰皿テキーラ。激しい。お熱い。食べてるカイツさんも熱いパターンですか。じゃあもう灰皿。よいしょ。灰皿。カップヌードルいただきまーす。それ。やったよいしょ。早い。灰皿だけ。それ一応さっき入ってます。ねこっちのお茶も。あ、濃い。テキーラ。テキーラ。ね。バランジラ。あー、よいしょ。あー、聞くわー。聞くわ、マジでー。聞くわー。いやー、さっきね、出た、アジアはね、なんかね、今年の頭までね、付き合ってた女がいるから行けない。行けない。うん、アジア美人ジャイはね、友達が多すぎて誰指名したらいいか分かんないから行けない。そろそろ裸いじってあげて。もう多分いいっすよ。もうみんな気づいてないっすよ、ね、あ、こいつ裸だって思ってないっすよ。もう服着たらもう飽きられてるじゃないですか。そう、もう服着たら寒いでしょ。寒いっすよ。で寒いっていうよりね、臭いんだよね。カイトさんのラーメンより臭いからちょっとやばいよ。そんな臭いっすか。マジ臭い。ねえ、ロリキャバだとあれじゃない、メイドみたいになっちゃうんじゃない。オプションは？オプションによるんだけど。オプション何が言われた？右がいい、右がいい、左がいい。ベルージュ。ベルージュもいけない。どこ負けねえじゃないですか。どこだったらいけるんですか。え、なんかゴミみたいな気分。いや、名前出た。多分聞こえてます。もうラーメンが出ちゃった。あらと、それ何のコスプレ。なんだろうな、困るな、その質問困るな。ダメだな。スナックっすか。スナックもね、いいっすね。ゴールデン街とか俺行ったことないんだけど、行ったことある？ゴールデン街ないっすね。よくめっちゃ通るっすけど、帰り行ってみたいんだよね。なんか山田孝之がちょいちょいいるみたいだけど。3人でスナックのまま落としてきて、俺も勝てる気がする。この3人の中だったらどうだろう。年齢的に可愛がってもらえそうな気がする。だからね、僕ね、まあ、ちなみに今食べてるラーメンが、まあ、見えないんですけど、この能登のエビ汁っていう感じのやつで、まあ、ちなみに僕能登出身なんですけど、石川県に、なんかその石川県の金沢市ってところがあるんですけど、そこに新天地みたいな、ひだ新地じゃなくて、はい、まあ、新天地っていう、本当になんか、はい、もうボロアパートみたいな、なんか平屋みたいな、なんか本当ゴールデン街みたいな、はい、ところがあって、はい、で僕近くのバーでずっとバーテン修行してたんですけど、はい、やっぱ付き合いとかもあるから、はい、お前行ってこいって言われて、はい、はい、みたいな感じで、しかも行ってこいって言われに金もらえないの。実費なのよくわかんないけど、意味わかんないなと思いながら、まあ、行くじゃん。これも修行なのかなって勘違いして行くじゃん。で行って、したら、あ、来たのみたいな、くにょくん元気みたいな、はい、まあ、もう本名とかないようなもんだから言うけど、くにょくん、はい、元気みたいな、はい、何飲むって言われて、あ、何でもいいですって言われて、はい、緑茶杯、はい、もうほんとこのこれぐらいの緑茶杯出してもらって、はい、最近景気どうですかとかお話しながら飲んで、はい、で、おつまみいるみたいな、あ、じゃあいただきますみたいな、はい、今日買ってきたいいのがあるのよって、
新鮮なのよって言って、はい、明らかにサランラップベリベリってやってスーパーで明らかに買ってきて刺身出してくるわけ。しかも魚食えねえのに。もうやないですか。魚嫌いなのに明らかにスーパーで買ってきた400いくらって見えるの見えるの見えるわけよ。もう出してくるわけよ、はい、せめて見えないようにしといてほしかったっすね。で、その、まあ、そういう風なところだから、はい、本当、スナック、もうそんなそこのスナックのママとかいうレベルじゃなくって、はい、もう本当に下手したら、若い子からしたらもうおばあちゃんレベルの人だから、あ、じゃあ、あ、ごちそうさまいただきますって食べるじゃん。はい、もういらないですなんて言えないし、はい、いただきますって言って、もう無理して嫌な魚を食うわけよ。はい、で、クソまずい量したら思うわけよ、マジ本当に。うまくよ。で、あ、ごちそうさまでした、今日はありがとうございますって言って。はい、あ、おかけくださいって言ったら、はい、1万2000円。高っと思って。もう400円が化けたよ。え、やったね、お前。何完全についてます。あ、これ飾りボトルだ。真の。もう貸したね。もう貸したね。これダメですよ。どうね。アルプス安いよね。ね、544の言ったように、店帰って、まあ、その時働いてた、まあ、その師匠に、いや、てか聞いてくださいよ、みたいな。はい、ドクターいっぱいと、刺身スーパーのやつで、1万2000円だったんですけどって言ったら、いや、お前、その勉強だよって言われて。え、震えると思って、バーテンダーの世界ってこの厳しいのって、いう記憶がありますわ。配信いつ？明日から復帰します。あ、復帰するんですね。そう、何ですか？A 版ニコニコ生放送は一回 A 版したら解除してくれないですけど、ツイキャスは解除してくれるんですからね。解除されたんすか？やった、やった、やった。アニセンチさんのリスナーさん来ますけどね。お邪魔してます。来ます。よくしてあげて。はい。脳が震える、あ、脳が震える、リゼロね。面白かったですね。何したの、うん、なんか、そのキャスでは有名な深夜町っていう配信室さんがいらっしゃるんですけど、そいつの枠破壊してやろうと思って、そいつがトイレ行ってる間にチンポ振り回してやったら、あ、俺の配信じゃないの、俺がバンになりました。え、すごい、あ、そうなんだ。そう。ニコニコは、はい、その出された配信が、はい、バンになる。はい、でもキャスはダメみたい。あ、そうなんだ。そう、マジ知らなかった。めっちゃいい感じだもらった。そうなんすね。そうなんすよ。なんで上半身裸なの？ちょ、なんかこのマッチョを見せたかったっぽいですね。アピールだけっすね。そう、アピール。ただ目立ちたがり屋なんで気持ち悪いやつな。いや、もう静かに飲んでたよ。チェイサーが変わりっす。なんで出されたの？そう、サイレントで言っちゃったよ。ねえ、いつの間に。寒い？いや、寒くないです。本当に？全然もう、うん、寒い？いや、全然寒くないです。大丈夫です、あったかいです。なんか左の乳首だけさ、ちょっとちっちゃいよね。寒い？ちょっとちっちゃいです。こっちですか？そっち寒い？ちっちゃい。こっち寒いです。寒い。温めてあげる。ありがとうございます。そう、裸できた。そう、さっきあ、なんか地味な温度地味な温度。なんか今俺暑いって言おうかしたけど、めっちゃ地味な温度。氷で冷やしてって。うん、やばい、気持ち悪い。やばい、気持ち悪い。あー、こっちもいいですか、こっちもいいっすか。キモい。あー、キモい。うわー。新たのドリンクの中に入れとけ。これ入ったんすか。まあ、自分で飲むんでいいですけどね。カイツさん、いりますか、これ。大丈夫ですか。セチさんも、セチさんでお腹ポコポコにいいねだから無理なんだよ。
別に、だって俺お腹見せお腹出すとチンコも一緒にセットでついてくるからそれはダメですね。ナイトチューブさんがいいですよって言うんだったらいくらでも出すんですけどいいですよ本当に、うん、もうロマンスガではなくてナイトチューブさんがいいですよっていくらでも出すんですけど多分ダメなんで絶対よね、すごいよね、まあ、こっちの方がいいっすね、こっちの方がいいっすね、やばいね、そうだね、さっきあのこの左の方があるね、この配信始める前あの裏で思いっきりずっと筋トレやってます、ね、どっちどっちこっちです、こっちです、え、こっち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 、あっち、ちょっと分かる、それが量が増す、うん、うん、のとのエビの香りそう、鍛えてさ、ずっとね、腕立て伏せしてたよ、バンバンプしてたずっとパンプアップしてましたからね、後ろでやばいやばい、パンプアップしないと筋トレ趣味、そう、あの筋肉バカっぽい、ちょっとああまあまあ体操もやってたっていうのもあるんだよ、ね、いいよね、なんか、ね、むしろどうやったら悪いのか分かんねえよえこの腕すごいよね、多分なんか腕の方が結構あれなんすよ、俺もねあの野球部だったから腕はあるはずなんだけど、これと比べるとねちょっとやばいかもしれない、いやみんな脱いだらちょっとこれもセンターさんも脱ぐタイプになってきますね、俺ね多分細さが違う、筋肉質なんだけど分かるんだけどな、そうっどっちに移ればいいんだ、こっち、どう、一応ね、ここはボコってなるんだよ、白くなっちゃう、なるんだけど白くなっちゃう、そう筋肉はね、いや俺もなかなか筋肉がねわりっそう、あるはずなんだけどな、新たと並ぶときついっすよ、あれが ねあと一気にあるねでしょ、意外とあるんだよ、見てセンサーのこの細さやばい、あ、ほんとだやばいっす、でも、僕22ぐらいの時、多分あなた以上ありましたからね、俺でもマジっすかマジっすか、ここもあるんだよ、こここれここの、なんていうのここっすね、あの、オナ筋っすね、これ、そうオナ筋、俺、オナ筋っていうか、手満筋ずっとこれで鍛えたそう、ここがね、だんだん筋肉痛になってくんだけど繰り返してたらね、そしたらもう、カイツさん、開けないっすよ、俺、もう使わなくなったらもう壊す家の柱をハンマーで打ち抜いてたらこういう風になったで、ある日鏡見てえ俺こんなマッチョキャラじゃないキモいと思ってその仕事辞めた、なるほどということでね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、まあ、あ、10秒かあと全然10秒あります、どうしましょう、じゃあもう最後はあなたの作り合いで終わろう、それあっちゃたまり込んだことにすがろう、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに街で僕らは無力だ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。